俺の名前は窪塚英治、現在二十歳の大学生。今日は友達のアキラとオンラインで会っている。いやー、半年ぶりだな。元気してた？まあまあ元気なつもりだったんだけど。え、なんかあったの？健康診断でいろいろ引っかかりまくりでさ、このままだと長生きできないぞって医者に言われちゃった。マジかよ、それ笑い事じゃないだろう。そう、そろそろ痩せないとやばいんだよね。それでさ、エイジにどうしたら痩せるか相談したくて。なるほどな。アキラと知り合ったのは小学生の時。母親の趣味で隣町の絵画教室に無理やり通わされていた俺は、そこでアキラと出会った。その当時からアキラは太っていて、そのせいで他の生徒たちから避けられていた。でもあんまり絵を熱心に描いているから、俺はアキラに興味を持ち、ある日話しかけてみた。そんなに一生懸命絵の練習をして何の意味があるんだ？自分の思い通りに絵が描けるようになったら最高だと思わない？別に思わないけど、どうせ何の役にも立たないだろう。おい、本当にいいのか？絵をちゃんと描けるようになったら、推しのどちゃしこな絵を自給自足できるんだぞ。その時から俺はアキラと仲良しに、そしてお互いに性癖の詰まった絵を見せ合うようになった。ところが中学生になる前にアキラが遠くに引っ越してしまい、会えなくなってしまった。でも俺たちはずっとメッセージのやり取りと絵のやり取りを続けた。たまにビデオ通話もしていたから、俺にとってアキラはいつでも身近な存在だった。俺の性癖の全てを知っているアキラは心の友、真の友人と言っても過言ではない。仕方ない、お前にいなくなられちゃ困るし、長生きしてもらいたいから協力してやるよ。本当助かる。でもどうやって？アキラって今猫岡大学に通ってんだよな。うん、エイジの通ってる大学から5つしか駅離れてないんだよね。大学生になってエイジの近くに戻ってこられて嬉しいよ。いつかリアルで会いたいな。つまり俺のいるアパートから猫岡大学に通えないこともないよな。え、うん、まあそうだけど。ダイエットの基本は食事制限と運動だろ。俺が食べ過ぎないように見張って、運動は一緒にやって応援してやるとかどう？一緒に住んで監視してくれんの？マジで？そこまでしてくれるとか優しすぎない？本気でやらないと体やばいんだろ。だったら俺だって本気でサポートするって。エイジ、ありがとう。お礼にお前好みのどちゃしこな絵をいっぱい描いてやるからな。おう、楽しみにしてる。こうしてアキラが俺のアパートに引っ越してきた。久しぶりって感じもしないな。オンラインで頻繁に会ってたし。だな。ただ目の前で見るとアキラの体のでかさがよくわかる。うっせえな。一つ部屋開けといたからそこ使って。大学生のくせにいい部屋住んでんな。個室2つもあんの？母さんの親戚がやってるアパートなんだよ。ルームシェアすることは話し通してあるから安心して。サンキューな。じゃあ早速引っ越し記念パーティーしますか。おい、俺の領域に足を踏み入れたからにはダイエットは明日からなんてザレ言は通用しないと思え。ボッシュ。いい鬼。でも頼りになる。その後俺は低カロリーでお腹いっぱいになれる料理本を読み、アキラのために料理を作った。そして朝晩のウォーキングにも付き合った。アキラは辛そうだったが、俺に弱音を吐きながらも決してサボることなくダイエットを頑張った。すると3ヶ月後、俺はアキラを見て違和感を覚えるようになった。エイジの作るご飯すごいな。カロリー控えめなのに食べ応えあるし美味しいし。エイジ？ああ、すまん。なんだっけ？ダイエット料理なのに美味しいって話。いつもありがとうな。おう。なんでだろう。少し痩せてきたら、アキラが女っぽく見えてきたんだよな。え、アキラって男だよな。いやでも、男って証拠も見たことないし。でも、あいつが描くどちゃしこな絵は女ばかりだから、男なんだよな。ずっと男だと思っていた友達が女かもしれない。
という衝撃の事実に耐えられず、俺は気づかなかったふりをして同居を続けた。しかしそれから半年後、俺はもう現実を受け入れなきゃいけなかった。綺麗に痩せたアキラはどこからどう見ても女性だったのだ。わあ、いい湯だった。エイジ、次どうぞ。了解。何度見ても女性で間違いない。夢でも幻でもないな。アキラは俺がアキラのことを男だと思っていたことに気づいていただろうか。いや、多分気づいてないよな。でもそれじゃあ、アキラは男の俺がダイエットの手伝いするから一緒に住もうと言った時にどう思ったんだろう。警戒とかしなかったのか。いや、アキラは喜んで同居に来たし、アキラは俺が男だと分かっていて気にしなかったんだろう。つまり俺もアキラが女だからといって気にしなくていいってことだ。今まで通り友達として同居してれば問題ない。うん、そうだ。しかし石鹸もシャンプーも俺と一緒に使ってるし、女としてアキラはそれでいいのか。エイジ、風呂長いけど大丈夫？なんで女みたいな声出してんだよ。もう1時間以上経ってるから風呂で寝てるんじゃないかと思って来てやったんだぞ。悪い、今出る。うん、じゃあ自分は寝るから。おう、おやすみ。ああ、俺絶対に男として見られてないからアキラは全然気にしてないんだろうな。正直痩せたアキラは可愛いと感じてしまうんだが、アキラとの関係を良好に保つためにもこの気持ちは封印しておこう。なんか今日急に冷えるな。寒い。どうぞ。ごめん、ちょっといい？何？どうした？急に寒くなったじゃん。寒くて眠れないんだよ。痩せて健康になったのはいいんだけど、寒さへの耐性がなくなった。ここのアパートリビングにしかエアコンないんだよな。リビングに布団敷けば？エイジの布団あったかそうだな。え？お、やっぱりあったかい。エイジ体温高いもんな。頼むから今日は一緒に寝かせてくれ。明日防寒着買ってくるから。何言ってんだよ、まずいだろ。友達なんだしいいだろ。いや、よくないだろ。俺たちは男と女なんだし。え、そんなの最初から気にならないから同居してくれたんじゃないの？今さら何？てかこんな体でエイジがその気になることもないだろ。いいから黙って今夜だけ暖を取らせてくれ。ちょっと。あったかい、あったかい。体温高いのいいな。どこ触ってもあったかい。そんなあちこち触ると。え、何これ、電気回路持ってんの？ずるくない？それは俺の精神回路です。ごめん、やっぱり自分の部屋で寝ようかな。アキラ、これは、そのお邪魔しました。アキラ！いやいやいや、今のは不可抗力だから。明日の朝には出ていくとか言われちゃうのかな。そして翌朝、アキラが俺に謝ってきた。昨日は本当にごめん。あ、いや、俺もごめん。あ、エイジは悪くないだろ。悪いのはこっちだって。あちこちベタベタ触ったのは自分なのに、おじけづいて逃げちゃったし、今までずっとデブとして生きてきて自分のことを女扱いする人に出会ったことなかったんだ。だから自分が触ってもそうなるんだって思ってびっくりした。ぶっちゃけ太ってた時のアキラには反応しなかったかもしれないけど、今のアキラは可愛いから反応しないって方が無理かな。あ、こんな生々しい話嫌だよな。ごめん。ううん、びっくりしただけで、その嬉しかったんだ。え？エイジのこと好きだったから、自分を女性として見てもらえるなら自分にもチャンスがあるかなって思って。アキラ、ダイエットの相談した時にさ、お前にいなくなられちゃ困るし長生きしてもらいたいから協力してやるよって言ってくれただろ。あれめちゃくちゃキュンキュンした。それからダイエットに献身的に付き合ってくれて完全に惚れてたんだ。だからダイエットが成功したら告白したいと思ってて、今までずっと太ってたし友達だったし、
急にこんな風に言われて困ると思うけど、エイジ、好きだ。アキラ。ごめんアキラ、聞いてほしいことがある。え？実は俺、小学生の時にアキラと知り合ってからずっとお前のこと男だと思ってたんだ。はい？一緒に暮らしながらダイエットしようって提案したのも男だと思ってたからなんだ。それでアキラが痩せてきたら女だったからマジで焦ってた。そうなのか。なんか男扱いされているような気はしていたけど、それは女性として見られないせいだと思ってたら、女性だと思ってなかったのか。本当に申し訳ないと思ってる。その勘違いのせいで今までアキラに失礼なこといっぱいしてたと思うんだよ。だから俺、アキラと本当に付き合っていいのか迷うっていうか。まあいいんじゃないか。今は女として見てくれてるんだろ。それはうん。よく考えたら、エイジってボーイッシュな女性キャラ好きだもんな。今度服買おうと思ってるんだけど、エイジ好みの服買っちゃおうかな。こんなアホな俺でもまだ好きって言ってくれるの？うん、エイジの全部が好きだし、お前の秘密の性癖の全てを知ってるのだって私くらいだから、私にしとけば。バカ。ダイエットの結果、アキラは実に健康的な体になり、翌年の健康診断で引っかかった項目は一つもなかった。今でも俺たちは同居、いや同棲している。友達付き合いが長かった分、アキラとは気が合うし一緒にいて居心地がいい。なのに見た目は別人だから新鮮でドキドキする毎日です。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。